川端です。よろしくお願いします。今回は慶応義塾高校の問題となります。平方根の計算ですね。まあこれ2乗なんですけどね、これね、2つまでやったいんですけどね、3つあるのはね、ちょっと嫌ですけども、これどうやって計算するのかということですが、まずはね、まあこの2乗展開しようっていう気にはなりませんよね。特に分母ですのでね。じゃあどうするかということですが、まずはですね、通分してしまいます。今、例えば分母が A と分母が B だったら、これどのように通分するかしたら、分母を AB に揃えますよね。こっちだったら B 倍して、こっちだったら A 倍して、まあどっちにしろ AB 倍。今回だったら、こちらが1たすルート2たすルート3の2乗。こちらが1たすルート2引くルート3の2乗になりますので、分母、カッコ1たすルート2たすルート3の2乗、カッコ1たすルート2引くルート3の2乗で揃えて、ね、分母 AB で揃えるように、これとこれかけたものを揃える。で、分子ですが、こちら側は、こちら側の1たすルート2引くルート3の2乗。これを分子分母にかけたものなので、カッコ1たすルート2引くルート3の2乗。で、こっちは1たすルート2たすルート3の2乗を分子分母かけたということで、カッコ1たすルート2たすルート3の2乗という具合になるわけです。で、問題は次、これどのように計算していくかということなんですけども、まずこれ2乗2乗。これもね、私の動画でもしょっちゅうよく出てきますがね、まあ、中学生はね、これなかなかできません。A2 乗 B 乗、これね、カッコ AB の2乗。こうすることが重要なんですね。ということなので、カッコ1たすルート2たすルート3かけるカッコ1たすルート2引くルート3。中身かけてから2乗をしますよと。こういうふうに考えますね。で、続いて、こちらの計算なんですけれども、まあ、ちょっとね、1たすルート2がね、同じ塊なので、これ文字で置いたとしましょうか。まあ、こっちもね、文字で置いたっていうふうに考えていいんですけども、A 引くルート3の2乗たす A たすルート3の2乗って考えれば、これ展開したときに、カッコ A 引くルート3の2乗は A2 乗をマイナス2ルート 3A 足す3になりますね。ここ展開すると。で、こっちは A2 乗を足す2ルート 3A 足す3という具合になります。そうするとまあ分子ね、マイナス2ルート 3A とプラス2ルート 3A、ここだけは消えてくれるよってことですね。はい。続いてここの中身なんですが、これ先ほど言ったようにここを A とすると、A 足すルート3、A 引くルート3、つまり和と差の積になってますね。ということで、ここが A2 乗引く3になりますね。A かける A で A2 乗。ルート3とマイナスルート3かけたらマイナス3。この2乗という具合になります。で、続いてこちら側はそのまま A2 乗と A2 乗足して 2A2 乗。3足す3で6という具合になります。で、ここで、どっちにしろちょっと A の2乗を求める必要がありますね。今、1たすルート2。これを A と置いたので、これを2乗したものですが、これはね、1の2乗で1、ルート2の2乗で2、あとは2かけ1かけルート2でね、2ルート2。これはもちろん忘れちゃダメですよ。1たす2で3。ダメです。ね。このカッコ A たす B の2乗ね。これ平方根になった瞬間で、ね、忘れる人いるんですよ。このね、2AB の存在ね。これ忘れないように。2×1× ルート2ルート2。つまり、これ3プラス2ルート2ですね。ってことは、ここ A の2乗が3プラス2ルート2なので、そうするとこれ 3-3 で消えてくれるんですね。ありがたい。ね、3-3で消えて、つまり、カッコ2ルート2の2乗ですね。で、こちらも、2A2 乗のラージ A の2乗、今ね、ラージ A の2乗を計算してるんですよ。これが3たす2ルート2なので、2カッコ3たす2ルート2たす6という具合になって、で、2ルート2の2乗が、8になりますね。で、ここ計算すると、6たす6で12が出てきて、足すことの、4ルート2という具合になります。したがって、これね、それぞれ、これで終わりじゃないですね。3つともね、4で割れます。
したがって答えは2分の3足す4で割って2分の3足すルート2というのが答えになりますよということです。はい、ということでね、意外と大変だったかなっていう感じがしますね。まあ、これなんかね、普通に共通テストでね、出てきてもおかしくないようなね、まあ、これ3つ出てきた2乗って、やっぱり高校入試ではね、やっぱ結構珍しいんですよね。やっぱり慶応義塾ということで。やっぱりちょっと高校のね、最初の計算、私よく言うんですけども、まあ、早慶のね、付属を目指すんだったらですね、高校1年生の内容の半分ぐらいはね、ちょっと知っておいた方がいいですね。特にこれ平方根のところっていうのはね、実は中3でも習うんですけど、高校1年生の数1でも習うので、まあ、こういったところの計算ね、やっぱりね、慣れておかないと、これ本当に序盤で出てくる問題なので、やっぱりこの問題は落とせませんからね。そういったところでね、高校1年生の半分ぐらいまではね、ちょっと知識としてね、知っといた方がいいんじゃないかなというふうに思います。こちらに書きましたね、オンラインで数学を数学にということでね、今言ったらね、慶応義塾高校に合格したいとかね、思ってる方、ぜひぜひ私ね、お任せいただければというふうに思います。以上で解説を終わります。では。